にちは、ダイレクトナイスラジオの広島です。キーが C で弾ける名曲シリーズ、今回はスピッツの楓をやってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。まずは A メロの忘れはしないよ、時が流れてもというところからやっていきましょう。まずは C コード、左手で C、右手では C、E、G、そして次が E マイナーセブンス、左手で E、右手では B、D、G、そして次が A マイナーセブンス、左手で A、右手では C、E、G、そして D メジャー、左手で D、そして右手では D、F シャープ、A、そして F、左が F、右では C、F、A、そして G、左手で G、右手では B、D、G というこの6小節のパターンになります。 C、E マイナーセブンス、A マイナーセブンス、 D メジャー、 F、 そして G、 そしてもう一度同じように C から E マイナーセブンス、 A マイナーセブンスから D メジャー、 F、 G、 そして C コード2小節という流れになります。このコード進行が弾けるようになったら歌ってみましょう。忘れはしないよ、時が流れてもいたずらなやりとりや心の土下座さあ、ここからは B メロの今の変わる変わる覗いた穴からというところをやっていきましょう。 B メロのコード進行は F メジャー、 G メジャー、そして C メジャーから A マイナーセブンスと、そしてまた F メジャー、 G メジャーから C メジャー、これは A メロで出たコードばかりですね。そしてポイントは今度は2拍で交代なので、1、2、3、4、1、2、3、4といったタイミング、そしてもう一度 F、 G、 そして C から A マイナーセブンスときたら、最後が D マイナーセブンスから E セブンスという流れ。D マイナーセブンスコードは左手で D、 右手では C、F、A、 この1小節、そして E セブンス、左手で E、 そして右手では B、D、G シャープという流れになります。この進行で変わる変わる覗いた穴から、何を見てたかな、夢もあったけれどさよなら、君の声をというサビの流れになります。サビの流れが A マイナーセブンス、 F、 そして G、 C というコード進行、これも今まで押さえたコードばかりですね。 Am7th、 そして F メジャー、
そして G メジャーから C メジャー、この2小節のコードが繰り返し、 A マイナーセブンス F、 そして G、 C、 もう一度 A マイナーセブンス F メジャー G、 C、 あと1回あります。 A マイナーセブンス F、 G、 C、 そして最後に F メジャーから、じゃあサス4から F に戻すと、サス4の音が C、F、A の音から A の音を半上げて A シャープにしてあげて戻す、 F のサス4から F メジャーコードという流れになります。これでワンコーラス全体のコード進行が弾けるようになったと思います。ピアノはですね、基本的に1、2、3、4、ターン、ターン、ターンっていうふうに1、2、3、4、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 
フォ、このリズムでやってあげるとうまくいくと思います。ではですね、ピアノのみで一度ワンコーラス全体をやってみたいと思います。という流れになります。ではワンコーラスを弾きながら歌ってみましょう。忘れはしないよ、時が流れてもいたずらなやりとりや心のとげさえも感じになります。これで楓の弾き語りが楽しめると思います。ぜひ挑戦してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。